ロビンソン R22 ロビンソン R22 は、アメリカ合衆国の航空機メーカーである、ロビンソンヘリコプターが開発、量産している2座席のレシプロエンジンヘリコプターである。1973年より開発が開始され、初飛行は1975年8月28日である。2012年までに4400機以上が生産された。1973年に、 フランク・ロビンソンによって設立されたロビンソンヘリコプター社が開発した複雑ヘリコプターである。量産開始は1979年。取得費用と維持費用が廉価であるため、ヘリコプターの中でも世界中でベストセラーであり、4000機以上が販売されている。価格は約27万ドル。中古機ならば4万ドル程度で入手できる。単発のレシプロエンジン機であり、 エンジンは胴体後部にある。メインローターはニハネのセミリジットシーソー方式で胴体情報に突き出して設置されている。多くは民間機であるが一部軍隊や警察が運用する機体もある。様々な派生型があるほか座席数が異なる R44 と R66 もある。R22 は多くの飛行訓練学校で採用されており訓練生が 初めて操縦する初級練習機としての採用が多い。操縦は比較的シビアだとされており、全体的に操縦装置が機敏で、サイクリックレバーを少し倒すだけでも機体が大きく反応する。また、飛行中はサイクリックレバーが左方向に引っ張られるため、パイロットが常時これを中央に保持する必要がある。加えて、半関節型メインローターであるため、 急激な操縦はマストバンピングを引き起こす可能性がある。メインローターが軽量でエンジン停止時は他のヘリコプターに比べると急激にローター回転数が低下するという特徴がある。ありがとうございます。